回の動画はベルトディスクサンダーです。この機械は個人で木工やってはる方やったら御用達になってる機械です。はい、まあ、非常に便利な道具なんで、どういった使い方をするのかっていうのを動画で見てみてください。はい、ではどうぞ。前回見ていただいたようにベルトディスクサンダーには削れる方法が3種類あります。はい、まあ、1つは横向きにこう削るのと、はい、まあ、こちらのディスクで削る分と、はい、こちら、まあ、これ立てて削るという3個の方法があるんで、これを実際にまあ削ってみて、どれが、はい、どういった加工に向くのかっていうのを見ていただこうと思います。では、使う前にこちらのベルトディスクサンダーという機械は、まあ、木を削る機械ですから、はい、すごい木くずが出るんです。はい、なので集塵機は必須のアイテムになります。はい、うちの教室でもこういうふうに集塵機と、つなげておいて、はい、まあ、本体のスイッチを入れたら連動して集塵機が動くように設定してます。はいはい、次はこちらのペーパー、はい、ペーパーを交換したときにこちらのマジック式の方は、うん、まあ、つけたらそのまま使えるんですけど、はい、こちらのエンドレスベルトの方はつけて、まあ、スイッチを入れて動かすと、はい、この方向に、まあ、前後に動くんですよ。そうですか。なんでそれを調整するためのこのつまみがあるんで、これを動かして真ん中に合わせてください。わかりました。はい、では実際使ってみましょう。はい、まずこちらのディスクペーパーから。はい、まず基本的なこ、まあ、考え方として、こちらのペーパーがこのように回転します。半時計回りですね。そうですね。はい、なので真ん中より左半分で材料を削ってください。それはどうしてでしょうか。右半分に物を置くと、まあ、こう当てますよね。はい、こう材料がこういうふうに持ち上がるんですよね。こう、そうかそうか。でこうなってしまうと、はい、まあ、ちっちゃいものとかポンとか持ってかれたりしますし、なので左半分で使うことで、はい、まあ、今度は今度台に押し付けられる力がかかりますよね。そうかそうか。なので安定して削ることができます。はい、そういうことですね。こちらを一番よく使うのが、こういった円とかを切ったときにちゃんと切れない、まんまに切るのって難しいですね。はい、そうですね。前回オーラ様の失敗してこれ直したって言ってありましたけど、うん、そういった整える作業によく使います。はい、で、まあ、これを置いて、まあ、削るとこの面に対して90度に削ることができます。はい、じゃあこれ実際使ってみます。では、この角を取ります。はい。あ、こんなに一瞬で取れちゃうんですね。早いでしょ。早い。すぐ取れるんですよ。あら。で、次はこの角を丸くします。はい。はい、まあ、早いこと早いこと、あらまあ。こんな感じで丸くなります。ではこのように削ることができました。はい、はい、見ていただいて早かったですよね。うん、加工はほんの数秒で削れちゃいました。そうなんです。サクッと削ることができます。はい、これは、こちらの台に対して、まあ、板をこう置いて削るということで、はい、まあ、角度を安定して、まあ、うんうん、角を削ったり面を取ったりすることができます。はい、次はこちらエンドレスベルト。こちらは手で持って削る、まあ、こういうふうに当てて削るんで、はい、角度を一定に削るのには向きません。では、これが何に向くかというと、まあ、例えばこういう板の平面を削るというのに向いています。はい、まあ、こういうふうに削ると、うん、ね、こちらではこれちょっとできないですよね。はい、はい、じゃあ実際ちょっと削ってみます。はい、まあ、このように平面をきれいにしていくと、はい、まあ、こんな感じで削ることができたり、こちらの面、まあ、コバですね、こちらの方もこういうふうに削ることができたり、幅の広い材の角を取るときに使います。で、これを下の方でやろうと思うと、まあ、材が薄いと安定しないんで、こちらを使います。はい、上を使いますね。で、これを削るときの注意点なんですが、まあ、ペーパーの回転方向がこういうふうに回転してます。はい、なので、これを削るときこちら向けに持って使ってください。逆向けに使ってしまうと材料がパンと飛んでいってしまうという危険性もあるので、はい、これは必ずもうこちら側で使うというふうに気をつけてください。はい、では実際に削ってみます。まあ、こんな感じになります。この丸い部分を使って、はい、まあ、この中のこのカーブですね、ここを削ることもできます。こんな感じですね。まあ、このように立てた状態、
の場合と、はい、まあ、こう丸いですよね、はい、なので先ほど見てもらったようなここを削るということもできますし、まあ、下に台があるんで、まあ、ここで使って、まあ、こういうふうに丸くしたりこの角を取ったりということもできますし、はい、まあ、この面を使ってもうこの横に押し付けると平面も削れます、はい、まあ、ただ平面を削る場合って、まあ、寝かして上から下に押さえた方がまあ安定して削ることができます、はい、でじゃあこれは一番何が向くかというと、はい、こういうまっすぐな面を削るというのに向いています、はい、ここにこういうふうに押し付ける感じですね。でこれがこちらのディスクの方でもできると思うと思うんですけど、そうですよね、まあ、ちょっと今台がないんですけどね、はい、まあ、ここに当ててやってもここってマジックテープがついてるんで、はい、ちょっと柔らかいんですよ。あ、 それに対してこちらの方は、はい、下金属なので真っ平らなんで、ね、ここに押し当てて削る方が真っ平らに綺麗に削りやすいです、はい、はい、じゃあやってみましょう、はい、このように削ることができます。ちょっと駆け足で説明させていただいたんで分かりづらいところあったかもしれませんが、はい、まあこのどこで削るかとかによって向き不向きっていうのがあるっていうのは分かっていただけたと思うんで、まあ、実際にはもっと細かいことがあるんですよ。まあ、木の大きさであったり形とかによっても削るところが違ったりとかっていうのがあるんですが、まあ、ちょっとそこまで細かい説明するのはちょっとすごい時間もかかってしまうので、まあ、今回はこれを見ていただいてこれを参考に、まあ、自分で作らはるときに、まあ、形を変えたりセッティングをしたりっていうのをやっていただきたいなと思います、はい、はい、では次回は、まあ、次回は、はい、こちらマイターゲージっていうのと、はい、まあ、こちらの特殊な道具を使う、それは、まあ、実際使ってこの機械に、まあ、どんな使い方をするかっていうのを見ていただこうと思います。はい、じゃあ次はこれ出番あるんでしょうかちょっとねせっかくつけていただいたんですけど、はい、加工してもらう機会がなく出番なしせっかくねつけてもらったこんな機会もあるのかなと、はい、説明やとねなかなか作業してもらうというのもなかったんで、はいはい、今回はまあここまでさせていただきます。それでは今回の教えて先生3段編レッスン5ベルトディスク3段にいろいろな削り方でした。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。とっても便利な木工機械ですよね。もう本当に、ね、便利ですよね、はい、ショットぐらい丸がちゃんと切れなかったもそうなんですよ、なんとかしてくれる、なんとかしてくれる、本当にありがたい道具です、はい、なんでうちの教室なんかも2台あの機械置いてますからね、本当に便利です。皆さんもぜひ使ってみてください、はい、ね、今回配信したこちらの動画なんですけど、これウッドロード動画家具教室っていう、うん、まあ、有料で木工技術を配信しているサイトがあって、はい、そうなんですよ。そこで今200本以上の動画を配信しているんですけど、その中から毎月2本を YouTube で無料で、まあ、ちょっと期間限定ではあるんですけどね、はい、配信している動画のうちの1本です。です、はい、でもしこの動画を見て興味を持たれたらそちらのサイトの方にも行ってみてください、うん、はい、ウッドロード動画家具教室はこちら、チャンネル登録はこちら、関連動画はこちらまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。